バルハム・アハマド・サリフはイラクの政治家。現大統領。クルギスタン地域首相やイラク連邦政府、副首相などを歴任した後、2018年10月2日に大統領に就任した。氏名はバルハム・サーレハとも表記される。スレーマニア出身。バーストを政権時代の1979年。 スレーマニア市内で抗議デモの写真を撮ったことが、クルド民族主義運動への関与に当たるとして逮捕され、43日間、拘留された。拘留先は、キルクークの特別捜査委員会付属監獄で、拷問も受けた。釈放された後、高校を卒業し、絶え間ない迫害から逃れるため、イギリスに渡った。2009年のクルド自治区議会選挙で、サリフは選挙連合を。 クルギスタンリストの候補者名簿筆頭に名を連ねた。クルギスタンリストは111議席中59議席を獲得し、サリフはネチルバンバルザニに代わってクルド自治政府の首相に就任した。首相在任中のクルド政治は、野党の変革運動が急速に力をつけ政府に退治する一方、与党は画上のスレイマニア氏を失って、 現状維持に救急,急とするという困難な状況にあった。2011年には、クルド人の抗議行動を受けて、不信任決議案が提出されたが、否決された。その一方で、新たな原油法を起草、制定し、エクソンモービルと初の大規模な契約を取り交わすなど、した。クルディスタン民主党とクルディスタン愛国同盟との間で政治協約が成立すると、 サリフは2012年4月5日に首相を退任した。後任には再びバルザニがついた。2017年9月、サリフはプックからの離党と、新党民主正義連合の結成を表明し、来たるクルド自治区議会選挙に新党から臨むと述べた。プック党首のジャラルタラバニと変革運動党首のナウシルワ・ムスタファが相次いで亡くなった時期だったため、民主正義連合は、 クルド政局を一変させる可能性があると見られた。サリフは、KDP とプックの連立政権に対抗するため、ご覧運動やコマルといった他の野党にも結集を呼びかけた。2018年9月19日、サリフがイラク大統領選にプックから立候補することが発表された。その直前までサリフは、プックや KDP の汚職を追求するキャンペーンを展開していたため、 ソーシャルメディアではサリフを日和見主義者と非難する書き込みが多く見られた。一方で、その国際的な知名度と経験から、イラクの指導者にふさわしいと期待する向きもあった。10月2日に実施された投票で、サリフは219票を得票し、大統領に選出された。対抗馬だったフワードフセインは22票に止まった。2019年10月上旬より、 反政府デモが発生し、400人以上の死者、1万5000人もの負傷者が出たためアーディル、アブドゥルマフディ首相に批判が集まり、同年11月29日には同国におけるイスラム教シーア派の最高権威、アリー・スイースターニー氏が定例の説教で事実上の引導を渡し、アブドゥルマフディは首相を辞任する意向を表明。次期首相候補として、 議会最大勢力の親イラン派連合勢力は、バスラ県知事アスワドアイダニを選出したが、イランによる内政干渉に道を開く候補者として批判されており、サリフは首相指名を拒否した。これは、違見の可能性があるため12月26日、サリフは大統領を辞任する用意があることを表明した。妻のサルバフ・サリフは、クルディスタン植物財団の創設者及び代表で、 女性人権活動家でもある、二人の子供がいる、ありがとうございます。